CH2020、はい、今日もお付き合いいただきありがとうございました。今日は諸事情があり自撮りスタイルでございます、はい、さあ今日はどんなトークテーマでこの YouTube お送りしようかということなんですけれども、うん、村上市のベルトーちゃんさんからねいただきました。 YouTube で聞きたいことはお互いの子供の頃の冬の遊びについてですといただきました、うん、ちなみにベルトーちゃんさんは私はもっぱらスキーでしたよということなんですけれども、ちかげさんは兵庫って雪降るんですか？あの北の方に行けば降るんです。スキー場も1時間半走れば、うんうんうん、姫路からもスキー場には行っていたので、はい、夏は海冬はスキーに私は行っていたので、 おむつ替えてるぐらいから行ってたらしいですよ。あ、すごい。じゃあ今もスキーはスイスイですか？多分できると思うけど長らくしていないので、はい、膝がガクガクすると思う。あ、なるほどね、うん、そっか。私はね、あの太平洋側、大船渡市なんですけど、うん、太平洋側で雪ってほぼ降らな、積もらないんですよ。チラチラと、うんと舞うことはあっても、うん、積もることは1年に1回あればいい方で、で、そうした積もった時は狂喜乱舞して家の前にね土手があるんですよ。ちょっとなだらかなね、そこにあのソリを持っていってヒャーって滑ってましたね。ただ車も来るので今考えると結構危ないことしてたなと思って、うん、昔だから許されたそういうことなんですよね、うん、皆さんもねあの雪遊びするときは車など気をつけていただければと思いますけれども、さあそして来週はね、うん、あのバレンタインデーということで、今日はたくさんあの番組内ではバレンタインの話したんですけれども、来週もまたどんどん、来週本番だからね。そうですね、今日いっぱいしちゃったんだけど、はいはい、まあちょっとネタ切れにだよとか思われるかもしれないんですけれども来週もチョコメッセージそして CH メッセージ引き続きたくさんお寄せいただければと思います、はい、あ、言い忘れた、ちかげさんが帰ってきたよ。すいません、先週は本当にね皆さんのいっぱい美味しいもの食べてよく寝て、うん、はい、あのストレスない毎日をお過ごしください、はい、ということで皆さん今週もありがとうございました。風にはお互い気をつけようね。